はい、どうも世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、そして明日アメンテビになるので、今日最終日のガチだったりイベントをやり忘れがないように一緒に見ていきましょう。はい、まずはタヌキガチャラッキー割引、こちら最終日になりますが、こちらに関しては今週ギフトだとかチンポ券なんかに課金効率では圧倒的に負けてしまっているので、まあいいものであるとしたら、まあ9割引が出た時の恋文だとか、まあ最近あんまり見ませんが同じく新髄炭だとかが9割引なんかで出たらいいかなってとこですね。まあ、あと縁結びのお守りなんかは安く買える場所がないので、まあ必然ここぐらいかなっていうようなところですが、まあこれあんまりお金出して買う人いないので、まあ早めに集めてる人はといったところでしょうか。まあとは言っても課金効率自体は9割引が出ればそこまで悪いものではなく、むしろいいものになってますんで、まあ週ギフトやチンポ券なんかで課金していて、さらに課金先探してる人にとってはラッキー割引ありかなと思います。今日までですので課金予定だった人は忘れずに。あと MR 利子のガチャも本日最終日になりますが、まあこの利子については、まあもともと出た当初本当に化け物キャラクターで、もう手に負えない最強キャラクター、まあこれ覆るのかというふうに言われてましたが、いや覆りましたね。はい、ちょっと最終日ですが結論から言うと利子は見送った方がいいかなと私は思います。まさか本当にこんなことを言う日が来るとは思いませんでしたが、まあなんといってもやっぱり今利子の耐久の要であるこの抗議ですね。はい、この抗議というのが対策されてきており、まあ例えば桃地丹波だったりカエサルなんかが使う罪悪制裁なんかが抗議の効果を完全に無効化してしまったり、まああとはそもそも燃焼や封印になりにくい狂乱キャラクター、まあブリュンヒルドだとか、まあしかも復活で対応できたりとか、まあプラスとどめは最近の聖 MR キャラクターのマーリンですね。最悪状態のブーコンダメージ、まああれが完全にノーマルダメージになっちゃうんで抗議すり抜けるんですよね。まあといった感じで今後この耐久の要となる抗議、まあかなり目立った耐久の仕方だったんで、運営さんも分かりやすく対策どんどん入れてきてるなというところで、しかも多分ですが最悪状態っていうのが、まあ系列でいうとこの特殊状態、まあ白バフと横並びになった状態にレアリティがあるとしたら、緑バフデバフが同じレアリティの状態で、で罪悪状態と聖護状態が同じレアリティの状態で、さらにワンランク上に特殊状態っていうのと最悪状態っていうのがあるのかなっていうふうに考えると、今特殊状態って剥がすことができないんで、おそらく最悪状態もまあ剥がしキャラ出てくるかもしれませんが、ターン減らしキャラクターみたいな対応ぐらいしか今後出てこない可能性が若干あって、でそうなると、まあこのフーコンみたいなターン遊び、まあターン数削れるごとにダメージぶつけるとか、まあそういった遊び方での、まあ、最悪状態なので敵にダメージをぶつけるとか敵に不利を与えるみたいな、まあ、プレイングがかなりされてくるのかなっていう風に考えると、まあ今まで火力強いの出したかったらクリティカル出しましょうっていうので、まあクリティカルは抗議で結構カットできたんですが、このターン遊びでダメージぶつけるのであれば、でかいダメージをクリティカルに頼らなくても出せる可能性がよりまた広がるなというところで、まあなんか流れ的にもちょっと抗議危ういかなという気はしてます。まあとはいってもその他の整合援護だとかそういった耐久の仕方に比べたら、もう全然こっちの方が耐久としては優秀なものになるのは変わらないんで、まあ強いことは強いんですが、まあ対策がどんどん入ってきてるなってとこですね、耐久面において。じゃあ火力面の方どうかってとこですが、まあ利子の今このスキル1スキル2の火力、まあ知力値ベース防御虫攻撃や攻撃力ベース防御虫攻撃等やっていきますが、はい、まず利子の知力値ベース防御虫攻撃の威力、まあこちらステータスベース防御虫攻撃ができる副将のそのステータスベースダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山で引そうとした場合、利子の今順位っていうのは帰国士が帽子だとトップで、そこから降りていってここですね。はい、まあ下見ていくとこんな感じで、まあたくさん利子以下はいるんですが、出てきた当初はかなり火力も強かった利子ですが、現状ではスキル1が上から見ていってこの位置、スキル2がさらに下降りていってこの位置という感じで、まあ、知力値ベース防御虫攻撃も陰りを見せ始めているということで、まあ、帽子でいうと帰国士が上にいたり、はい、あとはルシーナ、マーリンがここにいますね。まあ第4位ですね、帽子ランキングでスキル1が、はい、黄色い山でそうとすると、はい、こちらこの位置とこの位置でちょっと上がってきてますね。帰国士がまあずっと上いますね。でもマーリンがここにいて、で利子と第3位帽子の中では、平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山でそうとし直してみると、これもまた上の方にいて、マーリンが上に来て帰国士をちょっと抜いてますね。でリクソンが上来ますね、下の方振ると帽子だと。で第3位ですね。はい、最後全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山でそうとすると、利子のスキル1この1スキル2がここということで、マーリン、リクソン、帰国士、利子とまた4位ですね。まあ3位と4位ぐらいを全体の中でフラフラしているような位置づけになっており、まあ上の方のキャラクターも火力的には出てきていると、まあ決して弱くはないんですけどね。まあインフレの波にはさらわれ始めているなっていうところは否めないですね。まず間違いなく今後この勢いはさらに伸びていくと思うので、まずこの部分知力値ベース防御虫攻撃厳しいかなっていうところですね。はい、じゃあ攻撃力ベース防御虫攻撃の方はどうかですが、はい、こちら攻撃力ベース防御虫攻撃ができる副将ちゃんのそのダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、はい、同じく赤山で見て利子この位置ですね。結構いいんですよね、攻撃力ベース防御虫攻撃スキル2の方ですが、はい、帽子の中でなんとナンバーワンということで、まあ発動すればっていう条件付きではありますが、はい、も
し発動した場合にはなかなかの威力が出せると、はい、黄色い山でこの位置、はい、上に帽子はいませんね。リクソンがじわじわ追いついてきますが、はい、緑の山で降りていって一気に落ちますね。ここまで落ちてっていう感じで、まあ、コンボが、まあ、リッシュの場合敵が封印状態でない場合にこの攻撃力ベース防御持ち攻撃が出せるんで、まあ、封印が決まった場合には火力が出ないっていうちょっとしたジレンマがあるんですよね。ということで耐久面に関しても火力面に関しても今現状のゲーム内ではまだまだ上の方にはいるキャラクターではあるんですが、トップ層からは一段下がるような位置づけで、私もハイカキンサバの方ではもうリッシー、今回マーリンが入ったことで装備の関係上リッシーが外れてしまいましたが、まあ、結構同じハイカキンのプレイヤーさん見てるとリッシー外してる人多数見られますね。まあ、ただ重課金以下の場合にはリシやっぱり攻撃による耐久、純主力育成ぐらいでも活躍できる耐久の仕方なんで、完全カットですからね。クリティカルダメージはもう敵の攻撃それ全部吸えたりするんで、まだまだそうそうは腐らないと思います、攻撃自体は。ただ主力としてリシを使うっていう意味ではもう対策され始めてきているので、まあ、今からこのリシの MR ガチャを主力投与のために一から回すのは私はお勧めしませんね。最終日ですが、リシちゃん絆のちょびだめなんかもなしでランゼロファストシーズンの方見送ろうかなと思います。はい、そして10人ガチャですね、はい、美少女楽園ガチャ、仮想の集いガチャ、ラッキースターガチャ、この3種のガチャが本日最終日となってますが、はい、絆ちょびだめするおすすめの副所ちゃんいるかどうかそれぞれ見ていきたいと思いますが、はい、まず美少女楽園ガチャですね、はい、今回メンツとしてはこの超高名ちゃんから始まる10体ということで、まあ、超高名盲天、毛利、元就、李牧、班長、立花宗茂、坂田金時、長者、小野の小町、埼玉孫一と、はい、この10名が来てますが、まあ、まずなんといっても超高名ちゃんですね、はい、このキャラクターまだ取ってない人は、まあ、投与しなくてもいいんで絆のちょびだめはしておいた方がいいです。まあ、祝福キャラクターになっており、味方全体に祝福をばらまいて攻撃力 50% と会心率 50% アップすることで味方全体の火力を一気に上げることができる副将ちゃんで、しかも祝福がついてるとどんなに強力な攻撃でも一発は祝福を壊すことで完全ダメージカットすることができて、対人戦なんかでは味方全体の中で全く育ててない弱い子なんかに祝福がつくことで、まあ、強力な一撃を祝福によるカットすることができて、弱い子がちょっとした壁になるんですね、祝福があることで。まあ、これは他の祝福キャラクターである陽気比なんかにもできないゲートであり、まあ、対人戦のこの味方全体に祝福ばらまくっていうパフォーマンスが、まあ、随所で光る場面があって、まあ、この前のコーソンさんのデッキ戦なんかでもチョコメちゃんにうまくやられましたね。で、まあ祝福というバフにおいては今陽気比っていうキャラクターがワンランク上の上位互換として、まあ、戦役やボス戦なんかで活躍できる副将になっており、まあ、祝福自体は同じ 50%50% 火力アップの祝福なんですが、まあ、陽気比の方がスキル2で敵陣全体に罪悪箱をばらまけて味方全体の火力アップがそこでもできてしまって、なおかつ陽気比はスキル1で味方全体のバフを全コピー自分にすることができて、バッファーという立ち位置にもかかわらずアタッカーとして戦役やボスに参加できてしまうってところで、まあ、チョコメちゃんそれができないんで、デッキ全体での火力においては陽気比を投与した方が、まあ、戦役ボスなんかでは高いステージ簡単に回せるようになるんで、まあ、今チョコメちゃんが必須キャラクターではなくなってしまってはいるんですが、まあ、チョコメちゃんのいいところはなんといっても陽気比みたいに MR アバターまで投与しなくても UR 戦のこの美少女楽園に並んでる虹のチョコメちゃんだけでもとりあえずラスボスの200ステージまでは無理ですが、そのちょっと前の195ステージまでであれば戦役ボスどちらも活躍させることが十分にできるキャラクターなので、まあ、195ステージも200ステージも実はそこまでもらえる経験値変わらないんで、ローコストの超高めちゃんで195まで攻略してしまうっていうのはもうこのゲーム攻略するので十分ありなのかなと私は思ってます。でその上で陽気比にできないパッシブスキルでどうかを獲得量を増加させることができる副将ちゃんで、まあ、どうかガンガン貯めることできるんですね、超高めちゃん投与してると。でそのどうかを初級育成なんかに使えば、まあ、育成単のコスト削減にもなるし、また陽気比にはできない仕事が結構今も残っているので、はい、私の嫁はこれぐらいじゃ腐りませんからね。ちょっとまず祝福キャラクター陽気比持ってる人でもどうかのために絆のちょびだめなんかはしてもいいのかなっていうところ、あと奥義もですね、はい、超コメちゃんしっかりちょっとしたものですが HP 上限プラス 3% UR と SSR と組んだお手軽のやつがあったり、まあ、上のやつはちょっと厳しいですが、まあ、今仮想の集いガチャなんかもあって3ヶ月に1回ぐらいのペースで安定供給、ここら辺のキャラクター超コメちゃん以外の二次キャラクターなんかもされているので、まあ、これも狙えないことはないかなってところですね。はい、あと砲術会心ダメージっていう、まあ、かなり帽子にはありがたい奥義にも絡んでいたりするので、まあ、これもお手軽ですね。はい、という感じで奥義的にもナイスなキャラクターになってるんで、はい、もう第一優先は超高名かなと。はい、まあ、ちなみにこれ表の見方説明してませんでしたが、名前が太字赤字になっているキャラクターに関してはスキル的に優秀なキャラクター、まあ、超高名ちゃんでいうと祝福になってますが、まあ、今回の10人の中で赤字太字に関しては毛利と埼玉孫一の2人がいますが、まあ、この2人どちらも MR アバまで投与すればですが仲間連携スキルっていうものを携えており、まあ、埼玉孫一は味方の連携した
副将の白バフ、緑バフ、聖護バフの3種類の単数をプラス3ターンさせることができる強力な仲間連携スキルを持っており、毛利元就も連携した味方の流血耐性を 150% アップさせると、流血にさせなくする、これも結構便利な仲間連携スキルに関わっているキャラクターになるということで、スキル的なメリットがあるキャラクターで、あとこの枠の中ですね、黄色枠だったり青枠、ピンク枠ありますが、これは持ってる奥義の優秀さですね。まあ、今回のデッキの中では盲点が一番解放難易度が低くて効果の高い奥義に絡んでいるキャラクターで、それを追っかけて今回ピンクいませんが、水色の超コメちゃんやリボックやサイカマゴイチなんかがいるということで、ちょっと盲点見ていきますか。盲点こちらですね。盲点1体取っちゃえば、あと UR と SSR だけで回避値レベかけ80だとか、まあ、筋力値レベかけ40と、強力な奥義、難易度低く解放できるキャラクターになってて、今回奥義的にはナンバーワンですね。はい、それを追っかけて先ほどの超コメちゃんやこちらリボックなんていうキャラクターも SSR3 体と組んだ体力レベかけ40だけ上がる奥義、まあ、これが1個だけありますね。あとサイカマゴイチちゃんは同じく UR と SSR だけと絡んだ、まあ、敏捷レベかけ20、回避レベかけ20、まあ、ちょっと上がる奥義に1個絡んでるということで、奥義的な意味合いでは盲点、はい、まあ、ただナンバーワンは今回チョコメちゃんかなってことで、まあ、チョコメちゃんの絆のちょびだめおすすめですね。さあ、じゃあお次仮想の集い見ていきたいと思いますが、はい、今回のラインナップとしては、はい、こちら下の10枠目ですね。リクソン、テイク、朝鮮、コウジュン、キョウイ、バタイ、テイホウ、天イ、ジョショウ、シュクユウの10名になりますが、仮想の集いに関してはこれらのキャラクター SSR から UR アバター戦までのレアリティでガチャ回すことができる形になってますが、まあ、SSR のこれらのキャラクターのために原本使って仮想の集いガチャ回すのは原本もったいないんで、あくまで今回評価としては UR 以上のこれらのキャラクターが優秀なスキルや優秀な奥義に絡んでるかどうかっていうところで評価していきますが、そういう目線で見ると意外と SSR は優秀な奥義いっぱいあるんですが、 UR 以上だとそこまで奥義に絡んでおらず、まあ、唯一ちゃんとしたのに絡んでるのがキョイちゃん、はい、まあ、ちょっとした奥義ですが防御貫通プラス100上がる奥義にキョイちゃんと、あとラキスタのリュウゼン、 SSR と R の調整祭で組んだお手軽奥義が1個あると、はい、これは無美課金でも狙えるんで、まあ、キョイちゃん第一優先ですね。はい、一応あとジョショーなんていうキャラクターも、まあ、二次キャラクターの水京先生絡んじゃってますが、まあ、水京先生なかなか奥義優秀なんで、まあ、ギリギリこれ狙えるかどうかですが、まあ、宝刀も仮想の集いラキスタには並ばないキャラクターなんでちょっと遠いですよね。まあ、この2人それと二次キャラクターのここがネックですが、まあ、これも美課金でもギリ狙えるかなというところで、まあ、一応色つけましたが、まあ、ちょっと微妙かなってところですね。キョイちゃん一択かなと思います。はい、あとラキスタガチャの方ですが、今回こちら芝生、関羽、真田、雪村、高天下、呂布、高尊さん、武田信玄、出雲の国、石川五右衛門、片倉小中郎の10体になってますが、まあ、こちらに関しては、まあ、一応まず赤文字の名前の武田信玄が敵に箱をばらまくことができる、まあ、デバッファーになっており、 UR で箱をキャラクター探しているのであれば、まあ、選択肢として若干ですが、まあ、ありかなってところですが、まあ、そんなにおすすめはしませんね。そこまで強力じゃないので、であとは奥義的な見方ですが、一番優秀な黄色枠が関羽と高尊さんということで、はい、まず関羽がこちら HP 上限 8%、 そして毎ターン HP が自動回復する機能 2% が上がる奥義だったり、攻撃力 6% の HP なんと 10% も上がる奥義、まあ、めちゃくちゃ強力な奥義に絡んでるキャラクター。はい、あとこまごました体力レベかけ10や20上がる奥義なんかも解放難易度安くいけますね。であと高尊さんも奥義は優秀で、 UR と SSR だけで HP 7%、 防御力 9% も上がる奥義、はい、これ優秀ですね。まあ、ちょっと馬長宝徳尊権あたりあんまり顔出してくれませんが、効果幅はなかなか優秀な奥義だけでなく、物理砲術防御貫通120上がる奥義だったり、知力や敏捷がレベかけ30上がる奥義、これもお手軽な奥義ですね。はい、さらに物理防御力レベかけ25、砲術防御力レベかけ25上がる奥義に UR だけで絡んでいたりと、高尊さんもかなりバラエティ豊かで効果幅もある程度ある奥義に絡んでいるキャラクター。はい、ということで、まあ、この2人が奥義的には強いかなと。であとピンクが芝生、武田信玄、出雲の国、呂布の4体が追っかけてきて、はい、まず芝生ですが、 UR4 体で物理砲術貫通プラス100と HP7%上がる奥義の2種類がある感じですね。はい、であと呂布ちゃんが攻撃力 3% と HP 吸収 8%、 攻撃力 2% と防御貫通プラス60のお手軽奥義があって、はい、あと2次キャラクター絡むんでちょっと難易度高いですが、 HP 9% と攻撃力 6%、 これもかなり効果幅高い奥義で、グキ姉さんが奥義かなり優秀な副将なんで優先順位高く、美少女楽園の中でも狙い目の副将ってことで、まあ、これは美課金の方でも狙いに行きたい奥義ですね。はい、で最後にちょっとした攻撃力 2% だけ上がる奥義なんかがあったりと、まあ、攻撃力系呂布ちゃんかなり優秀なんで、まあ、黄色でもいいんですがギリギリピンクにしてますね。あと武田信玄に関しても UR だけで会心と防御貫通が上がる奥義だったり、あと HP 9% も上がる奥義ありますね。これも優秀ですね。あと出雲の国ちゃんに関しても物理砲術防御力レベかけ80も上がる奥義だったり、命中と回避が上がる奥義、まあ、これちょっと紹介ってキャラクターがラッキースターガチャには並ばず、今仮想の集いの方で取れるんで、まあ、これも射程圏内ですね。や回避レベかけ60、命中レベかけ60、美味しいですねこれ。あと先ほど超コメちゃんのとこで見た砲術回心ダメージプラス6上がるやつ、はい、っていう感じで、まあ、関羽、高尊さんのあと芝生、武田信玄、出雲の国、呂布ちゃんが追っかけてきているというような状況ですね。であと真田、高天下、石川五右衛門なんかがちょっとした奥義に絡んでおり、片倉小十郎が色なしなんで一番後回しで OK なキャラクター、はい、というような順番になってます。
はい、10人ガチャ最終日、絆のちょびだめしっかりやっておくようにしましょう。はい、トステいかがだったでしょうか。まあ、今回は利子が終わるということで、この利子というキャラクターですら再販で盗用推奨ができないというような状況になってますが、まあちょっと個人的には昔の放置少女は結構初版リリースで盗用できなくて再販待ち遠しく待ってるみたいなね、楽しみ方もあったんですが、今再販キャラクター CMR が出てきて待つ対象じゃなくなっちゃってるなっていうところで、まあキャラゲーとしてはもっと一人の副将ちゃんの息が長く続くようなスキル展開にしていかないと愛着がね本当に湧きづらくなっちゃうんで、もうちょっと MR 時代長くしてほしかったですね。まあ利子に関してはこの後まだ結婚家もね一応残っているので、なんか結婚家で恐ろしく強くなりそうな見た目してますよね。まあ利子に関しては鬼嫁というよりは意外と結婚したら旦那さんのことを理解してくれるめちゃくちゃいい奥さんになりそうなんで多分強いですねめちゃくちゃ適当ですが、はい、そして利子ガチャはじめ他のガチャも最終日になりますんで、やり忘れがないようにしっかりやっておきましょう。はい、そしてこの後また更新情報の動画夜にアップしていきますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、それでは。おっす。